今日は天気も良かったのでツーリングセローでお散歩ツーリングに出かけました。近所の黒岩山から新潟県平丸へ抜けようと峠まで行ったところ、雪で通行止めでしたので仕方なく U ターンして涌井から真鱈を経由で野尻湖を目指して走りました。黒岩山は天然記念物の山で希少なギフチョウの生息地です。桂池は一面氷が張っていて、ここだけはまだまだ寒い冬の景色でした。